性的ににも明らかになってございます例えば、資料4ページ、埼玉県の調査では、中学生の頃に不快な冗談、からかいを受けることの経験が、性的マイノリティーで53.8%、性的マイノリティ以外で24.8%、暴力、えー、言葉の暴力がいじめを含むを受けることは、性的マイノリティで37.5%というふうに思います。というふうに思います。法案に関連してもお聞きします。法案第6条、10条で、学校での教育、啓発について。介入しないでくださいよね。 本当にににに独自の実践に法案案案第十二条は超党党連もも与党案にもなかった全く新しい概念ですすみません、LGBT 理解増進の施策は、性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず、すべての国民が安心して生活することができることとなるよう留意するもの、この場合において、政府はその運用に必要な指針を策定するものとするとあります。 法案第3条が、すべての国民がその性的指向、またはジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとりというふうにあるのに、わざわざ第12条を置けば、すべての国民の安心のために LGBTQ プラスの側にわきまえる、配慮する、このことを求めることになってしまう。LGBT 法連合会の皆さんは、 13日の声明で求めてきた法案とは真逆の内容として特にこの12条厳しく批判をされておりますこの点について説明をお願いします神谷参考人お答え申し上げます12条は議論の経過を拝見しておりますと 性的マイノリティを差別する人、性別にマイノリティに困難を与える側の諸外国を見ても、統計的には根拠が出てきていない、このような言説をもとに制定され、留意しなければならないというもので、国民の間にいらぬ分断を生むことになるのではないかというふうに考えてございます。 この条項が出てきた経緯、またそれらは一部議員のブログなどの発信を見ておりますと、非常に懸念されてなりません。すでに何人かの法学者が報道などで指摘しておりますように、12条は法の効果を180度回転させ、いじめや差別などの原因となる無理解の解消ではなく、いじめや差別の原因となる無理解を擁護し、差別構造を温存するために活用されることがあり得る、懸念される規定だと考えております。 民間の性的マイノリティへの支援団体について、あそこでは居場所作りといって変な人が来て不安。 変な教育をして不安、変な人たちを増やす政策は不安、12条のすべての国民が安心して生活ことができるに違反していると言って教育、自治体や教育現場に対して要請書を乱発するような一部海外で見られる、あるいは過去に日本でも見られたようなことが実施されるとすれば、それは法の基本理念である性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念。 に、に反するものとなり、まさに180度、真逆の効果をもたらすと考えております。 例えば、毎年、より公園で行,な行っている東京レインボープライドには、えー、今年20万人が来場し、1万人がパレードを歩きました。数十社の大手企業がブースを出し、各国大使館、NGO もブースを並べました。各主要提ーの皆様からも、えー、国会議員の先生方、ご参加いただいております。こういった催しに安心できないということになると差し止められるのか、そういうことが誤解であるというならば、基本計画指針に書いていただきたい。 そうででなないいとと混乱ををももたたららし分断すすのではないかと考えます逆に安心できない、不安だといって施策を停滞させてきたこれまでの事例を真摯に研究し、12条が基本理念に反する使われ方をする条項とならないようにすることが肝要であり、まあ、法は基本理念に即して運用されるべきだということを繰り返し申し上げたいと思います。 田村智子君。あの、今の答弁を向けて小倉大臣にもお聞きしたいんですね。参院内閣委員会の LGBT 議論を聞いていただきました。田村智子氏に対して答えていた参考人の左奥に森夏子氏がいます。意味ありげの表情の森さん。森さんが自身のツイッターに書いています。共産党が可哀想な LGBT の話をするので、う、えつを漏らし、 爆笑しそうになった、と。嫌なツイッターですね。